存在をその目にしかと焼き付ける。今度は何が起こるのかな。私の手を煩わせたことを光栄に思え。少年、やるよ。もう私から目をそらさない。私の名前を遮ることを許してくれ。闇、その身に与える。そなたの限界を示してみる。精霊までついて、怖がるなんて、愚かな行為を悔い改めなさい。私を恐れ、共に。よし、また戦いか。俺の仲間に手を出すのは許さないぞ。油断したか。ダメ。何でもできるよ。これが才能の差。私もたまには驚くよ。なるほど。最大の敵だ。どうだ。少しはやらせてます。これが分かる。敵を焼き払って。チッチ。抵抗は無理。光る者たちが自ら一歩を踏み出したのです。私もたまには驚く。君のようなものの才能を褒められる。友との冒険もなかなか楽しいね。私の手を煩わせたことを光栄に思え。どうだ、覚悟したまえ。槍を手に取った以上引くことはありえません。悔い改めなさい。私を恐れる影の力。はっ。生きたいならば復讐し、私を倒すことが不可能。今度は何が起こるのかな。なるほど。思い知れ。投降したまえ。悪いようにはしない。召喚権限で命令する。最大出力で攻撃せよ。ダメ。何でも来い。息の根を止めてやろう。集中しろ。了解。しまった。みんなの思いを背負っています。じゃあ、そんな光のディスティーニが加護を迎えます。光を求める者たちに自ら道を開きなさい。
敗は避けたいんだけどな。俺の仲間に手を出すのは許さないぞ。ごめん、トリキュアのために権限要請すべて承認。限定解除、突撃。私に任せておけ。とっておきを見せてやる。どうぞ、誠意を表する気になったか。そこだよ。独房の味を知りたいか。勝負をかけろ。ここは何が起こるのかな。弱者はさっさと退場したまえ。私を信じて、ついてきてください。そこで、うわぁ、無知な奴ら。はぁ、このくらい教えてやる。これが格の違いというものだ。このくらいで決断ついた。どめ、道の獣よ。友との冒険もなかなか楽しいね。果て知らぬ砂漠の力が我々と共にあらんこと。出動だ。ドン。ちょっと厄介な相手だな。なんだか怖い。みんなの思いを背負っていますか。壊して奪い尽くす。私も他には劣らない。自分の才能に。それで十分だよな。